茨城県立土浦第一高等学校。茨城県立土浦第一高等学校は、茨城県土浦島鍋四丁目に所在する、県立高等学校。1897年設立の、旧制茨城尋常中学、県茨城県立水戸第一高等学校、土浦文校を前身とする。旧制度では、県内での旧制に中という位置づけである。略称は、 土浦一高であるが、土一、土高、土浦第一、一高などと言われることも多い。旧本館は1976年に旧正中学校の建造物として、全国で初めて国の重要文化財に指定された。戦前から、群馬県旧正前橋中学、高崎中学、栃木県宇都宮中学、茨城県水戸中学と共に、 北関東旧制語大中学として全国にその名をとどろかせていたが、県内では長らく、水戸一校に次ぐ、ナンバー2の地位を甘んじてきた。しかし1970年代からの、筑波研究学園都市整備、及び、県南地域のニュータウン化に伴い大きな躍進を遂げ、1980年代から現在まで、県内進学後3や、茨城県立土浦第一高等学校、 茨城県立三戸第一高等学校、江戸川学園取りで高等学校の中でもトップの進学実績を誇る進む学校である。東京大学合格者数で全国屈指の実績を収めているほか、地元のつくば大学合格者数は例年全国一位をキープし続けており、全国的にも公立進学校の代表格とされている。 東大の戦後累計合格者数は2018年時点で1006人であり、この数字は県内1位、北関東1位である。北関東3県で初めて東大累計合格者数百例名を超えた高校でもある。1997年43名合格と2001年の2度、全国の公立高校の東京大学合格者数でトップになっている。 スーパーグローバルハイスクールに指定されている。ミト中学校からの独立後に制定された土浦中学校校章のデザインは、三実課教諭、高野とラジローの手によるもので、校章の上部が、王家、下部に、流水、中心部に、中の文字を配したものであった。新生高校以降後、中心部の中が、上部全体に拡大された、校となり、王家や、 流水の図案にも修正が加えられた現稿賞に変わっている。四年生が発起となって行われた1903年の周期運動会で予算があまり、さらに募金を加えた50円をもとに稿記を寄贈することになった。寄贈された稿記は一旦校長の自宅に保管されていたが、1904年の元日、四年生一同は校長宅におもむき稿記を受け取った後、学校で 後期法定式が行われた。現行期の制定は1957年のことで10月27日に受立式が行われている。国立大学では、筑波大学、東京大学、東北大学、私立大学では、早稲田大学、慶応義塾大学、東京理科大学、明治大学への進学が多い。 筑波大学への合格者数は、筑波大学の開校以来2回を除き全国1位。主な大学の最高合格数は、東京大学が43名、平成9年、東京工業大学が21名、平成8年、東北大学が32名、平成15年、慶応義塾大学が76名、平成16年、早稲田大学が144名、平成16年などである。 ほとんどの生徒が大学進学を希望する。また、1986年以来一度も途切れることがなく、東京大学合格者数2桁を記録している。最高は1997年の合格者数43名であり、累計では2017年春時点で991人である。会員の都と人が植えた松の木、御用書がある。学年は、 赤、青、緑のシンボルカラーがあり、赤の学年、青の学年、緑の学年といった呼ばれ方をする。分離分けは3年時に行われる。職員室はなく、教科ごとに部屋が分かれている。一高オリンピックという名の体育祭がある。また、歩く会は、例年30キロほど学校に向かって歩く。山越えのある年もある。修学旅行がなく、一高祭、一高オリンピック。 歩く会を合わせて三大行事となる。当期には希望者のみの三泊四日のスキー旅行がある。このスキー旅行は一年生のみが対象であり、二年生以上の生徒は参加できない。1976年、昭和51年、旧生大田中学校行動と共に、全国の旧生中学の建造物として初めて国の重要文化財に指定された。 玄関の屋根裏から発見された胸札一枚も付け足りで指定されていい。重要文化財指定当初は新校舎建て替え計画の途上であり、重要文化財となったことで、旧本館を取り壊すことができなくなったことから、土浦はじめだかの関係者には歓迎すべきものではなかった。その後、旧本館の移築提案と、その却下などがあり、新校舎の完成は1980年。 昭和55年までずれ込んだ。春光は1904年、明治37年12月7日であり、設計者は、小牧根金次、志向は、石井門造。小牧根は、東京帝国大学校科大学建築学科を、主席で卒業し、卒業後、茨城県営前技師として赴任。後に、県技師。1902年、明治35年12月から1905年。 明治38年3月までのわずか2年3ヶ月の在任期間内に、土浦中学校本館、大田中学校、原大田はじめ高校道、重要文化財、水戸商業学校、原水戸商業高校本館、一部一地区、国の登録有形文化財、龍ヶ崎中学、原龍ヶ崎一高校堂,堂、現存せず、三津街道中学、原三津街道一高校堂,堂、現存せず、 阿蘇警察署、現存せず、下立警察署、現存せずなどを手掛ける。土浦中学級本館は、全体としては、ゴシック様式をもとにした、ドイツ風の建物で、正面は三連のアーチ。アーチを支える柱は、ギリシャ建築の三様式の一つである、コリント派の建築物であり、アカンサスの派をモチーフにした中東に特徴がある。入り口の扉は、 映像松を使用した厚さ4センチメートル、高さ2.3メートルの重厚な造りで観音開きである。天井口は5メートルである。館内には明治時代から使われていた校長や教員の机が保存され、生徒用の机と椅子が一体化した授業用机のレプリカもある。二千三年、平成十五年頃に卒業生らによって旧本館活用委員会が発足し、 映画、テレビプロモーションビデオのロケーション撮影を積極的に受け入れるようになり、結婚式場として利用されたこともある。なお、弦楽部、吹奏楽部の部室として日常的に使用され、写真部、美術部の展覧会など、校内活動にもよく利用されている。毎月第2土曜日に一般公開が行われている。少なくとも1975から79年は、 1> 第一応援歌、第二応援歌が存在し、その時期は第二応援歌と若わの歌は明確に区別されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。